こんにちは、Fスターの丸山です。さあ今回ですね、ディズニーさんにですね試写会ご招待いただきまして、一足早くですねインサイドヘッド2見てまいりましたんで、こちらのネタバレなしレビューやっていこうと思います。はい、本国でね今年公開されまして、でその中でもう19日間でなんか10億ドル超えしたらしくて、なんか2024年に公開された作品の中で初めて10億ドルを超えた作品らしいです。めちゃめちゃヒットしてるらしいですね。インサイドヘッドね、一作目見てて楽しみにしてる人もですね、インサイドヘッドまだ見てなくて、ちょっと気になってるよって人も、まあ一作目の話をちょっとしようと思ってますんで、どちらも楽しめる内容の動画になるかなと思います。なんで、最後まで見てもらえるとありがたいなというところですね。はい、でネタバレありはね後日また、公開しようと思ってます。はい、そんなところかな。前作はどういう作品だったのかというところと、で今作のあらすじで技術的な話もちょっとしたいなと思ってます。で最後にどんな感想を持ったのかというところを話そうかなと思っております。はい、それじゃあやっていきましょう。前作のねインサイドヘッドですね、2015年に公開された作品でございました。もう10年ぐらい前なんですね。結構早いな。当時もね日本でも結構話題になってたと思います。やっぱねディズニーピクサーの作品ってことなんで、インサイドヘッドもね、そうだと思うんですけど、僕はねトイストーリー世代でして、なんでアンディと一緒にね大人になってったんです。もう本当に幼稚園の頃から見てて、なんで、だからそういうね各世代ごとにこの感情移入できる主人公がいるっていうのがこのピクサーの一個強みだなっていうのはずっと思ってて、なんでこのライリーもね公開当時子供だった、この映画を見た子たちがね、まあ、9年経って、ライリーと同じぐらいの思春期の世代になって、またここで、作品を見ると思うとね、すごくなんか羨ましいですよね。インサイドヘッド一作目もねすごいいい作品だったなと思います。脳内のね感情にキャラクターというか具現化して擬人化してるっていうのがめちゃくちゃすごいですよね。そもそもまず、はい、その発想がすごいなと思うし、その現実の世界、そのライリーとかお父さんとかお母さんとかの、その現実の世界ですね、その中だとそんなにね物事は起きてないんですよね実際。うん、だから本当ホームドラマ的な、普通のホームドラマの、あらすじみたいなところなんですけど、脳内での出来事がメインになっていくことでめちゃくちゃスペクタクルなね超大冒険の話になってるっていう、この発想の転換ですよね。こう何も起こってないけどすごいいろんなことが起きてるっていうのが、めちゃくちゃ面白いなと思ったポイントでありました。あと一作目の中でもね、その象徴化しちゃう部屋、もう なんだろう考えを象徴化させる部屋みたいなところが出てくるんですけど、ここのシーンがめちゃくちゃすごかったんですよね。こんなキュビズムじゃんみたいな、ピカソみたいになって、で最終的にこう図形になるみたいなね、アート的思考みたいなところもめちゃめちゃ組み込まれてて、技術的にもすげえ面白いなと思ったし、この発想的にも、すごいところに行ってるなと思った作品でありました。これも傑作でしたね。はい、というところで2でございますと。という感じで今回ね公開前の作品なんで、ちょっとあらすじをお話ししようかなというところなんですけども、主人公はですね前作と引き続きライリーでございますと。で前回引っ越してきた町にも慣れて、新しい環境にも慣れてね、親友も2人できて、その子たちとねホッケーをして相変わらず楽しい人生を送っているというところから始まっていきますね。高校入学前の思春期に突入する時期というところで、かなりセンシティブな、気持ちになっていく時期というところでございますね。で、まあ、前作同様、喜び、悲しみ、怒り、ムカムカとかねビビリとか、その主要な感情のキャラクターが出てくるんですけども、思春期に入るというところで新しい感情が芽生えてくると、新しい感情のキャラクターが出てくるというところで、今作はそこが軸になってくるという感じですね。大人の感情として出てくるのが心配、いいな、だり、恥ずかしいっていうね、これまたね面白いキャラクターが出てくると、この感情たちとどう向き合っていくのかみたいな、話のストーリーになっておりますと。今回もまたね新しい技術ってところがめちゃめちゃすごかったんですよね。これ本当にびっくりしちゃったんですけど、冒険をしていく中でとあるキャラクターたちに出会うんですけど、そこのね一連のシーケンスがねずっとすごいんですよね。すごくないようにね、見せてるんですけども、あれこれどういうことっていうか、その画質とその画質合わさんのみたいな、ゲームキューブだったり、プレイステーション2とかね、あの辺の今のゲームの画質と当時のゲームの画質って当然違うじゃないですか。でその中で
2つのものを混ぜるって結構難しいことだなと思うんですけど、2つの画質が両立してるんですよね、1個の画面の中で。もっと言うと3つ両立してるんですけど、それがとんでもねえなと、はい、こんなことできんのっていうところでめちゃめちゃ鳥肌立っちゃいましたね。声出ちゃいました、試写室で。申し訳ない、あれ本当にびっくりですね。ゲームやったことある人だったらこれはビビッとくるキャラクターが出てきますね、はい、これあそこから撮ったのかなみたいな、この技あれじゃないみたいな、うん、っていうのを思いますね、はい、すごかったですね。あとはその前作からあった感情たちの、体のその粒子感みたいなところですね、あれもねもっとすごくなってた、もっと細かくなってましたね、それもすごかったし、あと髪の毛の質感ですね、ちゃんと人間の髪の毛じゃない感じの毛の質感っていうのかな、まあ、このあたりはもうさすがだなというところでございます。あともう一個ね、スピード表現っていうところがありまして、ものすごいスピードでキャラクターが動く、その残像感を演出してるシーンがあるんですけど、ここもねいやすごいんですよねこれが早すぎて止まって見えるっていう現象なんだっていうね、演出にされてましてね、これもまたセンスオブワンダーなシーンでございましたね、はい、本当にびっくりするレベルの映像表現になっております。これはマジで見てほしいなというところでありますね。はい、じゃあねこっからねどう思ったかってところを話していこうと思うんですけど、本当に何でしょうね、その大事な時期で、しかもこの今作だとめちゃくちゃ大事な瞬間を描いてるんで、そこでの選択っていうのをすごく問われている。まあその中でね、心配っていうキャラクターが今回ね、すごく重要になってくるんですけど、新しい感情がね芽生えて、でその中でもうもっと葛藤するようになっていくわけですよね。でそういった中で自分はどうあるべきなんだろうっていうところをめちゃめちゃついてくる作品だなと思ってますね、はい、でそれでいて、まあ、前作もそんな感じだったと思うんですけど、今作はよりねもっとこう自分自身を肯定してくれるような作品に仕上がってましたね。これが本当にすごい、はい、毎回驚かされるところですね。大人から子供までもうみんなわかる、みんなわかりやすい、でそれでいて深さもちゃんと担保されてる、そして映像表現的にも、かなりフレッシュな部分がある、はい、というところでマジで火の打ちどころないんじゃないかと思います。すごいですね、本当に誰もが自分自身を認めていいんだよっていうね、自己肯定感がねめちゃくちゃ上がる、爆上がりする映画でございました。自分のいいところもね悪いところも認めることによって、初めて成長できるんだなと思うような作品でありましたね、ネタバレなしはねこの辺にしようかなと思ってます。よければねコメント高評価チャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい、概要欄の方にねいろいろ貼ってありますんで、そちらも見てもらえますと幸いでございます。はい、それじゃあまた。